今日はお金の使い方について簡単に説明させていただきます。お金を稼ぎたい、お金がなかなか稼げないっていう人はいると思うんですけど、一番大事なものってお金があったとしてもその使い方が分かんないとか、お金が稼げなくても使いたいものがいっぱいあるっていう人だったら、どっちが幸福かといったら、お金がなくてもお金の使い方を知っている人の方が幸福度は高いです。ただお金のじゃあ使い方って何かと言いますと、例えば一番いいものっていうのは自分以外のものに使う。例えば他の人にたまにはお弁当をおごってあげるとか、あとは上司とかいつもお世話になってたりすると缶コーヒーを一本買ってあげるとか、そういう些細なことでも OK です。もしくは、まあ、一番いいのは自分のものとか、例えば財布とかベルトとか靴とか何でも欲しいものってあると思うんですけど、そういうのも、ね、使うんではなくて自己投資、例えば自己啓発本とか自己啓発動画とか、そういう風に今後営業していくにあたって必要なものの知識にお金を使うんであれば全然問題ありません。もちろん卒業してからできる。そうすることによって、例えば偏方性の法則っていうのがあるんですけど、自分がいざ困った時に他の人があの時些細なことだけどやってくれたなというところであれば、まあ恩返ししたくなるというところでございます。なので今回は短いですが、お金の使い方について簡単にご説明させてきました。もし参考になったらチャンネル登録お願いいたします。